皆さんこんにちは、小田駅です。今日は視聴者さんからご質問いただいた、猫にアロマを使うのは危険なのかという疑問に対してお答えしていきたいと思います。結論からお話しすると、猫ちゃんがいるご家庭でアロマを使うのは特別な注意が必要となるんですね。ということで早速その理由をお話ししていきたいと思います。で、まずなぜ猫ちゃんがいる家庭でアロマを使うのに特別な注意が必要となるかという理由なんですけれども、猫ちゃんがですね、この天然のアロマですね、植物由来の成分を解毒したり分解する機能が非常に弱いというところが挙げられます。で、私たち人間にとってはとっても心地よいアロマなんですけれども、とってもね、いい香りがして私も大好きなんですが、猫ちゃんにとってはこのね、心地よい香りの成分っていうのが分解することができません。なので猫ちゃんがね、間違ってこのアロマを舐めちゃったりとか、原液で猫ちゃんの体についちゃったりすると、そういった香りの成分が体内に蓄積して中毒症状を引き起こす危険性があるんですね。なので基本的には猫ちゃんがいる環境でアロマをその積極的に使ったりっていうのは避けていただいた方が無難かなと思うんですけれども、とはいえ、このねアロマの原料となるものは自然由来のものです。言ってみればこの周りの環境にもこういう香り成分ってね漂っているので、例えばアロマを部屋に少しでもね香らせたら危険なのかっていうと、それが仮に自然と同じ程度のものであれば、なんかすぐね何か猫ちゃんに中毒症状が起こるとか、そういう危険性はまずないかなっていうふうに私は思っているんですね。ネットの情報では結構猫に本当に毒だからもうちょっとでも危険ですみたいな情報をお見かけするんですけれども、それは少し適切ではないと思っていて、やっぱり使い方とかその毒性っていうのはその使用量に依存することが多いので、アロマでその猫の中毒症状いくつか報告されているんですけれども、その多くが間違った使い方、猫ちゃんの体に原液を連続で塗布したとか、すごく極端な使い方が多かったりします。とはいえね、部屋で締め切って長時間ねアロマを炊くっていうことは、それはちょっと自然の状態ではないですよね。なので分かりやすいのは自然の状態を心がけていただく。ちょっとアロマを香らせたいんだったら、猫ちゃんが嫌な時に逃げられるように逃げ場としてそのドアを開けておくとか、環境を良くしておくとか、そういったことに心がけていただけたら、なんかアロマをね一切排除しなければいけないっていうのはすごく残念なことだと思うので、アロマってね本当に魅力がたっぷりなので、なのでそういった使い方に気をつければ、猫ちゃんがいるご家庭でもアロマを楽しむっていうことを諦めずに上手に取り入れていただくこともできるので、とはいえね基本的にはね、猫ちゃんにこのアロマが必要となるシーンっていうのは非常に限られてると思います。なくてもね生活できるものなので、猫ちゃんのいない空間でアロマを楽しんでいただけるのが一番かなと思います。そしてよくいただく質問が、このアロマは猫ちゃんに OK とかダメとか、なんかそういう種類によって危険性が変わるんですかっていうご質問もいただくんですけれども、まあ、あるにはあるんですよね。ユーカリとかティートリーとかペパーミントハッカ油のあたりは、特に猫ちゃんがその分解代謝しづらいような成分を中心に構成されているオイルだったりするものは、やっぱり猫ちゃんにとってより中毒性が高くなってきたりはするんですけれども、なんか逆にその安全性っていうのも研究されてたりするものではないんですよね。なかなかそれって研究しづらいですよね。猫ちゃんにどれが大丈夫かみたいな倫理的なところでもありますし、まあ、なので基本的には、自然の状態を心がけていただくっていうところを守っていただければ、その特別猫ちゃんにとって危険になるっていうことはないのかなって思います。繰り返しになるんですけど、例えば森の中にはね杉とかヒノキとかあるとね、そういう天然のアロマの香りが漂ってるわけですよね。でもそういったところに猫ちゃんが行くと死ぬかっていうと、そんなことはないじゃないですか。
森に暮らす猫だってたくさんいるだろうし、まあ、なので自然の状態を心がけるっていうところを困った時には意識していただけるといいのかなと思います。あとはね、猫ちゃんそれぞれ個体差もあったりします。お話を聞いたりするとすごくなんかアロマが好きな猫ちゃんもね、中にはいたりするんですって。まあ、でも一方でアロマが苦手な猫ちゃんもいたりとか、あとそうだ、香りがちょっとでもダメなのかっていう話の例で挙げると、そのみかんの皮とかにもね、そういう猫ちゃんが苦手とするリモネンというね、香りの成分が含まれていたりするので、じゃあそういうね、家庭ではみかんを食べないのかっていうとね、食べてますよね。まあ、でもこれも聞く話によると、みかんを食べるときは猫が嫌がるとか、そういう話も聞いたりするので、なので猫ちゃんね、きっと本能でね、自分にとって危ないものっていうのも分かるところもあるでしょうし、猫ちゃんの様子を見ながら安全にアロマの力を取り入れていただけたらと思います。ということで、今日は視聴者さんからのご質問にお答えしました。参考になったという方はぜひグッドボタンやチャンネル登録いただけると嬉しいです。また皆さんからのリクエストもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。